さあということで今日はね試乗インプレッションも兼ねて一緒にね岡山観光のすすめ、はい、はい、これをねちょっと一緒に並行して撮影してるんですけれども、はい、岡山県にはいいところがあるっていう、まあ、政務さんが作ってくれたこの企画の一つのね、続編ということで、はい、今場所はですね岡山市東区の、西大寺っていうところの奥にある宝殿っていうところに向かって今ずっと行ってるんですけれども、はい、そこにですねなんと砂浜沿いの海沿いでしかも小豆島を目の前に眺めながら、はい、食べれるピザ屋さんがあるんですよ。釜でしかも焼いてくれる、釜で焼いたピザをしかもお手頃な価格で食べれると。そんなとこがあるんですね。あるんですよ。でそこへねちょっと向かいたいなと思います。思います。あちょっと待って、これあれこっちやったかもしれん。マジで？いや分からんのよ俺。俺もナビ入れてねえけ。そっちから匂いしました？うん、なんかいやあの道を通ったような気がするんよな。ごめんちょっと一回止まれる。どっか。はい。さあすいません、ちょっと今道を間違えたので戻ってます。じゃあ今日はねちょっと穴場スポットツーリングみたいなこともね、兼ねたいなと、ただねちょっと穴場スポットツーリングとはねちょっと堂々とは言えないんですよね。なんでかって僕たちのね、お会いしたこともあるバンクセーサーさんがねそれちょっとシリーズでやってますから、パクったようになるんであくまでも岡山の観光のすすめとしてね、企画を進めて行きたいんですけれども、あれ道間違えたか。やっぱりおかしいな。うわ狭っ、怖っ。いや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 嘘やろ嘘やろ嘘やろ。絶対間違えたから。ちょい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 、和やえん探検隊じゃねえよ今日の企画は。いやいやいやこれおいおい、ちょっと待って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 なんでこうなるの行けるんこれ、どこ行きょん。やべえなちょっと急遽ペイストが変わってきたんだけどやべえやべえやべえ。おいおいおい、四国88行きょんじゃねえんだこれ。おいイダボで行くみたいねえな、スポーツプラスで行ったらアドベンチャープラスか。そうだねそうだな確かに。あー危険だこれ、やべえな。なんかちょっと待ってこれ、マジやばくね。おいおい道に苔が生えとんよ通ってねえよ誰も。まあ、皆さんはね、ぜひもう今ね現代社会でスマートフォンっていうのがありますから、Google ナビをぜひ入れてね、来ていただきたいなと。僕たちみたいに行き当たりばったりじゃなくて。すげえ道やな。これ見えます？この湖みたいな、池みたいなところになんか廃墟みたいなのがボコボコボコって並んでるんですよ。まあちょっとホラースポットみたいな感じなんですけど、有名ですよね。有名なんですよ。何のためにこれが作られたのかみたいなのがね結構諸説あって。あこれですこれです、今カメラにね収めてますけど、これ見えますかこれ。結構これちょっと草で見えんな。Google でもなんか水没ステーションみたいな名前が、そうなんすよ、出てくるんで。これ見えます、これ。ここがね結構ねちょっと謎スポットなんですよね岡山の。これをずっと横目にね、行っていただいて、そうするとねボーンと海水浴場がね、開けてきますので。家がすごい。あーですね、あれ多分全部別荘かなんかなんでしょうね。金持ちのあれだな。そう、いやだってここの目の前の家なんかだって絶対もう悪いことしとる人しか住めんやろこんなとこまともな人は住めれんのよ。わお、まだ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 海じゃ。そうです、ここですよ。でここがね、結構今なんかグランピングかなんかですごい有名らしくて、
うわー、いいねー。その先ですね。いやめっちゃいいな。めっちゃいいでしょ、最高です。ここです、ここです。はい、これ右ですね。その先、そう、そこ入れるんで入ってください。はい、ピザって書いてあるんで、うん、ピッツァ、ここですよ。ここがね、有名な、名前はちょっとわからないんですけれどもピザ屋さんですね。名前がわからないんですかこれがマルゲリータでタコライスね。あそこの釜で、いやいいな。いやでもここ本当おすすめですよね、穴場で。こう今見てもらったら分かるんですけど、ね、ほら気持ち悪すぎて、もう今の発言が気持ち悪すぎて、いや使おう、ダメ使っちゃう。でちょっとね、せっかくなんでこれ見えてないんですけど、これがね、うちの専務さんがあんまり僕ら報告してなかったんですけど、このタイミングでスズリっていうところでね、ぜひぜひ絶賛発売しておりますので、ズル向け手のひら4枚だっていうね。そう、3種類あるんで。そうですね、美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかったっすよね。ちょっと待ってください、ハンドルロックがバグっとる。おい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 、いやー最高だったな。いやここはね本当にぜひねおすすめなんで、バイクでもね結構来れるとこですし、景色もいいし道もいいんで、教えたくないな、教えたくないぐらいね、最高なとこですよ。